ナイス DTM ボーカル&キーボーディストのキックンです。今回はこれから歌ってみたや、配信活動ですね、それらをやってみたい、挑戦してみたい、だけど機材が高くてどうしようとね、悩んでる方にもおすすめな商品お伝えしていきたいと思います。その名もですね、ファインファインさんのコンデンサーマイク、こちらですね XLR 端子で接続できる K669C でございます。でこちらはもちろんね、あのコンデンサーマイクなので、これねファンタム電源というねオーディオインターフェースに 48V って書いてある、48V のファンタム電源の搭載が必須になるんですけれども、ただ今のほとんどのオーディオインターフェース搭載していると思うので安心してください。何よりねこのお値段の安さね、概要欄も見てみてくださいね。に、これね逆行したねクオリティの良さ、この後ねまず動画では開封の様子、商品のマットでね綺麗な質感、そして音質比較までしっかりとお伝えしていくのでぜひ見てみてください。ではどうぞ。それでは早速このファイファイン K669C コンデンサーマイクですね、こちらの開封ねしていきましょう。まず見てください、このパッケージ。一番驚いたのは、ね、ちょっとマイクってね気持ちちょっともうちょっと大きめの箱で届くのかなと思ったらこのサイズですよ。どうですか、もうこれびっくりしましたね。もう嬉しかった、このサイズがもう保管するのも楽だと。そして、おなじみのですねこの光沢のあるエンボス加工の箱と、横にはねこのように、コンデンサーとかねカーディオイドとか、仕様がアイコンでおしゃれに書いてある、ね、で開封もですねもうパッと開けたらですね XLR って書いてますね。 USB タイプと間違えられないようにしっかりと、書いてあるんですけれども、まあ、ちょっと一回開けちゃってるのでねあれなんですけれども、まあ、このようになっていると。で説明書もおなじみのねこのカラーで非常にシンプルで分かりやすい、内容となっておりますね。これ後でしっかりですねこの動画内で、音声の比較とかもしていくのでぜひね最後まで見ていってくださいね。そうコンデンサーマイクなので XLR 端子で接続していくと。でこれをねパッと外すとこのようにねはいなっております。このマットな質感ねどうでしょう。これびっくりしたのがですね、まずちょっと取り出していくんですけれども、まあ、これはね定番の部分なんですけれども、ここビニール見てください。これなんだろうなと思って前情報なくねこう開けたんですけれどもね、このようにバン、これ三脚なんですよ。しかもこれ何がいいってクリック感があるんですよね。ムニュって感じじゃなくてちゃんとなんかこうカタンみたいな。しかもこれ何がさらにいいって重いんですよ、重量が。よくねこの手の卓上スタンドってあのプラスチックでできてたりしてね、ちょっと上に重いマイクがつくと不安定になってちょっと倒れちゃったりとかって結構あるんですけれども、もうしっかりと重みのある部分、そして足はねこの下を傷つけない、ちゃんと摩擦抵抗力があるゴムを使用しているので、どこに置いても安定する、ね、この安定感大きいです。ちゃんと持つとねずっしり感が意外とあるんですよ。そうで、そしてね、このマイクね非常に小型で、まさにコンデンサーマイクのこの質感ありがたいですよね。でここもちろんねおなじみのこういう大きい径のね、ものなんですけれども、このようにね、まあ、つけていくんですけれども、これちゃんとはもちろんねこの外れるんですよ。このホールドしてる部分が外れてパカッと外れると。これはこれでね別のクッションにつけることもできますし、まあ、例えばねこういうスタンドにくっつけたいっていう場合はマイクを外した状態でですねこのように回していくとやりやすいのかなと思います。このようにねぐるぐるぐるっと、つけていって、であとはねはいこのマイクを乗っけてこの裏面のところでちゃんとね、これを、このように回してくっつけていくということをしていくわけですね。そうすると、まあ、完成形としては、まあ、ざっくりですけど、まあ、このような感じで、収録の時にですね使えちゃうということです。でもちろんマイクはね、ここにくっつけられるので、マイクスタンドに干渉することもないということで、非常に配信が楽になるんじゃないでしょうか。ね、そして、もちろんね、この前の方からですね、正面がわかるようになっているので、裏と表ね、間違えて使っちゃったっていうことないので、これも安心できるといったところですね。ではそれではですね、実際に音の比較も、していきましょう。ナイス DTM ボーカル&キーボーディストのキックンです。この音声はファイファインのコンデンサーマイク K669C で収録をしています。接続はもちろん XLR 端子でございます。音質いかがでしょうか。ヘイヘイ。
ナイス D チーム、みんなのエンジェル、キックンです。この音声はファイファインの K688XLR 端子接続で収録しています。ナイス D チーム、みんなのエンジェル、キックンです。この音声はファイファイン K688 を USB 接続で、収録しています。ナイス D チーム、みんなのエンジェル、キックンです。この音声はシュワーの SM58 ダイナミックマイクで収録しています。ナイス DTM、 みんなのエンジェル、キックンです。この音声はシュワーのコンデンサーマイクベータ87A で収録しています。いかがでしたでしょうか。このね K669C 音質がね、もう安定感のある、もう中域が中身が詰まった感じというか、こうそつなくこなしてくれる、もう安心感がありますよね。だからこそまさにですね、これから入門で始めてみたい、でもある程度いいクオリティは保ちたいという方にね、すごいおすすめですし、あとね、何度もそのマイクの比較、動画の部分ですね、セクションの部分を見ていただくとですね、それぞれのマイクの特性の違いというのが、あの聞き分けができるようになると思うので、そこもチェックしながらですね、改めてこの K669C のこの安定感というのをね、ぜひチェックしてみてもらえたらと思います。ということで、また素敵な商品あったらお伝えしていきますので、ご期待ください。僕のチャンネルではメンバーシップの、こちら応援もしていただけたら嬉しいです、ございますので、ぜひご利用ください。ナイスDTMキックンでした。ありがとうございました。